検索してはいけない言葉ウィキ、皆さんこれをご存知ですか？こちらはですね、簡単に言うと検索してはいけない言葉をまとめたウィキペディアになります。そしてですね、私今回注目したいのはですね、ホラーですよ、ホラー。で、なんでこれホラーにしたかっていうと、あとさ、多分ルサボでさ、この実況をさ、見てくれてる人って基本的にまあ変わった人たちだと思うの。こんななんか切れたチンアナゴっていう感じ悪い感じで始めて、きっとそれで入ってなんか、あ、いいなーみたいな思ってくれた方って多分結構多いと思うんだ。で、なんかね、最初にこの検索しちゃいけない言葉を普通にやろうかなと思ったんだけど、なんかさ、想像以上にグロいのとか、なんか映せねえみたいになってボツになっちゃうとかたくさん出てきたからやめた。で、今回からね、やってくのはこのホラー検索ですね。まあ夏近いからな、夏近いから、できれば月に3回ぐらい、月に3回ぐらい9月にかけてやっていこうかなって感じで、早速ね、調べていこうと思います。で、これあれだね、基準があって、だそうですだそうです。ここに載ってるワードは全て分類変更、商業議論などを除いて削除できません。もし無断商業した場合、著しく、厳しく処分を取らせていただきます。だそうです。で、まあ1は誰でも見られるホラーで、個人で探せるホラー、ほとんどの人が怖がるホラー、トラウマになる人もいる、トラウマじゃ言葉が出なくなるうん、まあ多分ね、注意書きを見て来てくれる人が多分ほとんどだと思うから、俺は普通に容赦なく検索してくぜ。1975年に放送された明治生命の終身保険ダイヤモンド保険の CM、 ゼンマイ式で動く猿の猿のボクサーのガングがサンドバッグを叩く様子とともに、アーヤマチャンピオン、アーヤマチャンピオンと男性のナレーションが流れるのが、最後にはその猿のボクサーのガングが白目を向いて動かなくなるというもので、不気味極まりない敵となっている。あ、これさ、俺知ってるかもしんない。アーヤマチャンピオンさ、あ、普通に当時生きてたとかじゃなくて、地上に出てたとかじゃなくて、まあ、地上に出たらもっと後だからさ。でさ、普通にこれ知ってる気がすんな。I'm a champion. I'm 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 a champion.I'm a champion. I'm a champion. 長いな。I'm a ch- いや、やべやべ、マイキー、マイキー出てる、マイキー出てる俺が最近マイキーにハマってるのバレちゃうバレちゃういや、これさ、どういうことかって解説なんだけど、まあ、簡単に言うと、この猿ってのはまあボクサーで、なんか多分常にチャンピオンを目指して頑張ってたんだと思うんだよね。でも意外とその突然そういう死とかっていうのは訪れるよっていう意味なんだよね。まあある意味メッセージが高い CM だと思うな。でも夜見たら怖いよね、確かに。突然今知ってるからさあれだけど、夜見たら怖いよね。次、青いクレヨン。ある都市伝説、タレントの伊集院光氏が自分のラジオで語ったらしい。ちなみに赤いクレヨンで検索しても、ウィキペディアのページや同様の都市伝説がヒットする。あ、知らない。じゃあちょっと調べてみるか。曲？これかな？お、すげえ怖く書かれてんじゃん。友人が引っ越しをした。引っ越し先は築10年の一戸建て。そこそこの広さもあるいい家だった。だが家賃が異常なまでに安い。周囲の物件の半分程度しかないのだ。俺たちは、そんなに安いのっておかしい、絶対曰く付きだぜ、夜幽霊に気をつけろ、とうとう友人を茶化していた。そこで数人でそいつの家に遊びに行くことになった。その家に入ると、やはりどっか嫌な気配がした。そいつはしきりに、どうだ、何もないだろ、お前らは、読めないんだ。嘘だろ、お前らは読めないんだ、いるだけなんだ、と言っていた。1階を回った後、階段を登り2階を見て回った。
そこで昔不動産関係の仕事をしていた家のことに詳しい男が首を傾く掲げた合ってるどうかしたかと聞くと、1階と2階の広さが違う。2階にはもう一部屋あるはずだという。言われてみると確かにおかしかった。2階の廊下の先にもう一部屋あるはずだった。問題の廊下にみんなで行って、突き当たりの壁をよく見てみると、壁紙が周りのものより新しいことに気がついた。そこで壁紙を引き剥がしてみると、男の予想通りに扉があった。何があるのかとドキドキしながら戸を開けようとしたが、鍵がかかっていて開かない。俺たちは友人の許可を得て扉を破ることにした。数度の体当たりの後、扉は開かれた。隠された部屋の中には、壁と床に青いクレヨンで文字が書かれていた。見渡す限りに、お父さん出して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 。まあ、解説するに、友人が買った家ってのは、まあ、監禁家だったってことだよね、多分。で、なんかそこにいた子供が、なんかクレヨンだけ渡されてて、そのクレヨンでお父さん出してっていうメッセージを書いていたっていう。これさ、でも、この話じゃないんだけど、海外でガチでそういう事件ありました。引っ越した家の階段の隙間があって、下に部屋があるかと思ったから、その階段の、その、なんていうの、反りの部分を、破って、そこの、降りてみたら、地下室があって、そこの地下室に、マムって言って、プリーズオープンって、英語でメッセージが書いてあったっていう実話があります。いや、なんで検索しちゃいけない言葉にさらに怖い話を付け足すんだ、俺は。次。何、赤い毛糸の帽子を売る娘。あ、消されてるね。次、赤い部屋。いや、これ、これみんな知ってるでしょ、絶対。日本で一番有名なフラッシュよ。こっから行けるかな？まあ、簡単に言うと、ノベル系びっくり。まあ、ゲームだな、言っちゃえば。言っちゃえばゲームだ。よし、やろう。あ、待って。消えてる？あ。これさ、ちょっと待ってね。